ソラリーマンと娘と撮り始めたのが2012年だ。他の国の人はどうかわからないけど、日本人は特に女の子は思春期になるとお父さんのことが嫌いになるんですよ、多くの人。小さな子供の時はパパ好きパパ好きってすごい近いんだけど、思春期になるとすごい遠くなる。短い間なんだけど急に遠くなる思春期の女の子とお父さん。だからそれは写真にしたらすごくいいんじゃないかなと思ったんです。まあ横に並んで撮るんでカメラを見てもらうんで見れないんですよね。お父さんが全力で飛んでるのに娘はただ立ってるだけ。この差ってすごいですよ。横に並んでるから近いはずなのにものすごい遠いんですよね、二人は。撮影自体はすごく短いんですよ。15分ぐらいで終わるんですね。なんだけど撮影の前と後で明らかに変わります。簡単に言うと仲良くなります。もう距離が違うんですよ、二人の歩いてる距離。要するに撮った後にカメラで見せるんですよ、画面で。それでまあ大体は笑いますよ、ね、かっこいいと言われることもあるし、うん、そしたらお父さんは嬉しいに決まってるじゃないですかみたいな。中学ぐらいになるともう撮らないんです、お父さんと一緒に。いざ撮影が終わると一生に一度の記念的なことを一緒にしたっていう感覚になるの。同じ日本人として一番心が打たれたのは思春期の娘とお父さんだったんですよね。なのでそういう特別なことをしてる感じになるんですよ。もう一個の作品で思春期、それは自分の思春期の高校時代の見てた世界とか見たかった世界をまあ撮ってるんです。僕人見知りで人とうまく話せない。だから高校生になっても女の子とお付き合い恋人とかない、そういう高校生って結構いるんです。恋愛にすごく興味がある、好きなんだけど喋りたいんだけど、例えば手をつなぎたいんだけどできない、何もできないっていう、まあ、人だったので、すごく、想像する、すごい見るんですよ、女の子を見る、見てるっていうものを写真にしてるんですよ。髪の毛まとめてたらそのうなじとか、駅から学校行く途中だったら前歩いてる女の子の足とかを見るんですよね。僕のスクールガールコンプレックスの最初の頃って足の写真が多かったんですね。やっぱ街で歩いてったりする人を顔を合わせたくないから目伏せたら足が見えるし、あと特に日本の女子高生は肌の露出で言ったら足が出てるんですよ一番。だけど顔を見なかった場合にどこが違うかっていうと、やっぱり足なのかなと思ってて、例えば靴下の長さとか色とか、あとスカートのそのスカートを短くするのか短くしないのかでも、そこにやっぱその子の個性って出るんですよ。エロすぎるっていう感想もすごいたくさんあって、だけどエロくないっていう感想もたくさんある、純粋にも見るんですよね。どっちもある混じってるってことなのかなと思うんですよ。でもそれを写真見た人が勝手に想像するんですよね。だから想像した人がエロいんですよ多分。やっぱりでも大人になっても写真家になっても結婚しててもその女子高生を前にしたらやっぱ恥ずかしいんですよ、昔の自分になるんですよ。やっぱりドキドキするんですよ。この写真を見てドキドキした気持ちになったりノスタルジーになったらそれでいいじゃないですか。